速カツくんの久保です。アイアル法案で皆さんご存知ですかね。要するに日本にもカジノを作ろうみたいな発想なんですけども、こちらの方にもですね賛成派。 反対派っていいいうのは数多くいると思いますし多分この動画を見ている方もあカジノなんて日本に来なければいいのにって思うのかカジノっていう新しいビジネスチャンスで日本の経済活性化するんじゃないかなって期待を寄せるところもあると思います私なりの見解を申し上げますと私はねやっぱりアンダーグラウンドな世界にも顔を出しているところもあってやっぱ闇カジノってものすごいね動いてるんですよ一晩で300万、400万とかね動くようなその一つのちっちゃいカジノですよそういうところで働いていらっしゃる10代の方とか20代の方とかって結構いらっしゃるんですよ としての腕がいいい方も結構いますでもそういうところで働くと日本カジノ協会では何だかっていうところにはね入れなくなっちゃうんですよねだからアンダーグラウンドの広瀬さんおはようございます <laughs> アンダーグラウンドのカジノっていうのは今のところね認識されてないんですけどもでそこに参加される人も参加する人もうんまあ言ってみればね、うん、ちょっとお金をねちゃんと持ってる人とかになってきます何が言いたいかっていうとカジノ法案を通す通さないにかかわらず日本にはカジノが根強くもう息づいてるってことなんですよ これはね大麻とかお酒とかと結構似てるところがあって、あの合法化してしまうと、今までアンダーグラウンドでそれをしのぎにしてた人がまあ、今度また別の商売考えなくちゃいけなくなっちゃうんですよ。要するに商売を取り上げられちゃうっていう側面があります。まあ、あの ir4 はね。カジノが合法化してまあ、名古屋です。とかね。大阪とかいろんな土地ありますけど、そこでカジノが公にできるってことになると、そこに産業が生まれるように見えるんですけども、そうではないんですよ。今までずっと闇で行われてた産業が。 潰れた結果そっっちの方にに移行すするるて形になるんですよね、まあ、そう考えるとうーん、まあ、結局カジノってやりたい人がアンダーグラウンドだろうが表だろうがやるということなんですよねそしてやりたくない人は別にカジノがあろうがなかろうがやらないし依存症にはならないしって形なんですよでここでよくね勘違いされるのがカジノ依存症になるからどうっていうのがありますけどもこれに関してはね依存症っていうのは何にでも起きるんですよそれこそね多くの方が言われるのがスマホ依存症っていうでしょ スマホ依存症対策とかって言ってスマホ禁止してますかってことなんですよスマホをその非合法化してますかってことなんですよ、うん、だからやっぱりね依存症っていう言葉に隠れて利権がそこにバイアスをかけているっていうふうに見た方がいいのかなと思うんですよね、まあ、私は色々考えた結果カジノがあっても、まあ 1> 1回ぐらいいい行くかかももししれまませんけども、まあ、常用はしないかなと思いますそれはパチンコにしてもマージャンにしてもそこにねカジノに時間を使うことが非常にもったいないということとカジノ側が運営できてるってことはお客様からのやっぱ控除があるってことなんで行けば必ず損するんですよねでギャンブル性の高い人の発想っていうのは別にカジノだろうが何だろうがあんまり関係なくって2年前とかねうんそれか3年前ですか ICO にお金投じた人ってこれカジノをやってるようなもんですからねまあだからああいうふうな暗号通貨とか投資とか扱いもしないのに参入しちゃう方がうんまあカジノが来たらねまた行っちゃうんではないかなと思いますけどもね <laughs> まあよくわかりませんけどね、うん、まあまあやりたい人がやればいいんじゃないですかあの日本でカジノができようができまいが結局大好きな人はマカオとかに行ってねあの何ですかねラスベガスとか行ってやってますからそう考えたら日本でやろうがやるまいが世界のどこかでやっていれば今はねあの 行っっててカジノを楽しむってことは日本人でも誰でも合法的にできちゃいますんでね、うんまあ、同じなんではないかなと思いますけどね皆さんいかがお考えでしょうか、まあ、今日はカジノについてのちょっとお話し,しましたけども特に私は意識してないんですけどもねなんとなく今日はあの何ですかね議員逮捕 IR 誘致自治体に衝撃みたいな記事,の記事を見てねちょっと話したくなってしまいましたあ広瀬さんカジノはやらないんですか H2 クラブとかやらないですか競競馬競馬,あそうだ競馬の コンテンテツとかを売ってるる人いるんででですよ今でもで競馬をやる人は結局まあ勝つかどうかはあれですけどもある一定の割合でまあかもられてるんですよねなんか賢いのはカジノはやらないんだけど運営する側とかねカジノの情報を流す側っていうことなんじゃないかなと思いますよねじゃあカジノの情報でも僕も流そうかなとよく知らないけどあ闇カジノの話だったら結構できますよ僕。 闇カジノに働いてる人ってね結構女の子が多くて、まあ、広島に限りますけども18歳から22歳ぐらいの、まあ、結構ね器量のいい要するにあの可愛らしい女の子が働いてるんですよええー、硬いのしかやらないんですね今度その辺についてもちょっとお話しましょうか広瀬さんヒロシと徹じゃないですけどもビーバップうカジノトークでお願いします硬いのしかやらないということは広瀬さんも結構硬いですねそれでは失礼します